おはようございます。おはようございます。フリーアジェンダーです。どうも。どうもどうも。いやー、我々もだいぶ長いこと続けてますね。とですね。もう15年目。<laughs> <laughs> そうだね。まあ、でも、ジじスすると、1年半くらいはやってるいやいやいや、2020年の1月ぐらいからなんで、丸2年は経過したんじゃないかな。マジっすか。2年半になるよ。なるよ うん。長寿番組ですね。いや、すごいよね。今、2百二百3 0うん。そんぐらい。どこ行ってるうん。230回。2年半で230回ってペースは、どうなんだろう。多いんじゃない多いか,か。うん。週に1回とか、不定期とかの人も多いし、あとはなんか2個だけ上げて、そのまま消えゆく、ポッドキャストとかも。 あの、割と身の前だと観測してるから多いんじゃないかな、これ。<laughs> なるほど。うん。まあ続いていてありがたい限りですが。そうですね。我々の頑張りに依存しますね。うん。意外に話すネタない、ない。あるよね、よ最近、うん。ないよ。<laughs> <laughs> 続けるってめちゃくちゃ大変だよな。うん。なんだろうな。もっと思うままに話した方がいいのかな。うん いや、思うままに話す、思うままにあの日比谷のスタバで話すのがスタートでしたからね。うん。そうね。なんか、ちょっとでもあの頃話してた感じとは違ってきちゃったよね。だいぶ変わりましたね。やっぱオーディエンスがいるって大変だよな。オーディエンス見るの大変だわ。うん。うん、もうそれを意識しないで話してます。もうクライアント名とか丸出しで。<laughs> やばい個人名とか丸出しで。でやばい。<laughs> うん。る最近、〇るさんを採用としようとしたけど、事態伝えたら、すいまします。<laughs> いや本当にね、採用がたきの話とかになりますね、それ。あそこに取られた、うん、みたいな。<laughs> なるほど。はい。なんかね、そういうちょっと生々しい話をしたい気持ちも最近はあるんですよね。いや、あるね。返せますか。うん、だって、そうそうそう。 だってさ、言うてさ、まあ、山本さんとさ、話す場ってさ、うん、ま、これだけじゃん。俺と山本さ別に、フリーアジェンダ以外にそんなに最近絡んでないじゃん。確かに。でもさ、フリーアジェンダではさ、なんか、すごい、最近具体的にどうっていう話今しないじゃん、さすがに仕事、ね、<laughs> 相当しょうもない話の方が、割合としては多いですね。うん、だから最近、山本さんが何に悩んでるかとか、別にあんま分かってない。ああ、確かに。うん。確かに。 大変ですよ、これ。大変ですね。うん。これどうしよっかね、これ。いや、だから、なんていうんですかね、お笑い芸人とかも、こんな感じなんですかね。意外とこう、顔合わせて言うけど、<も>相方のこと分かってないみたいな。はい、でもさ、お笑い芸人は、この、この、べしゃりで作るコンテンツを使って、の名を上げようとか、そもそもキャッシュに転換してるんで、彼はこれがなりわいじゃないですか。はい。 僕らはこれなりわいじゃないじゃないですか。違うんですかこれで稼いではないや <laughs> 僕はもうこれがメインでやってますよ。<laughs> やらせてもらってますけど。<laughs> それは偉い、偉いでかい副業をやっとるな、うんうん。そうですね。これがメインで、あとのことは全部副業ですけど。偉 <laughs> <laughs> い副業をやっとるな。うん。うん。いや、やっぱ物事を続けるっていうのは難しいなと。 そうですね。まあ続けるだけだったらなんとなくふんわりはできる気はするんですけど、なんかも本来、元来持っていた目的をそれ今捨ててる状態じゃんっていう。いや、そうですよね。そういしいれうんこれを聞いてる人たちは、え何言ってんだ、はい、お前ら話すネタがないだけだろうっていうことを思ってると思うんですけど、<laughs> これそういう話とちゃいますからね <laughs> し。深淵なる悩みなんですって、これは。そうですね。 ネタがないっていうところのこの一番の下には、要はその外部に向けて話すべきネタがないであって、もっとその手前に、もっとその下にあるさ、本来話したいこととか、本来こう、なんですかね、ざっくりとこう友人間でぼやいたりしたいことみたいなものが、今、地面の下に埋もれてる状態ですもんね。うん。まあそうなんですよね。はい。 まあでも、外からすると、あれっすね。いや、それはそれで別のに時間取れよっていう声も聞こえてきそうな気がする。<laughs> そんな時間ねんで、ふざけんなバカ野郎。うん。確かに。昨日はちょっと、おい昨日さお<い>あの、朝9時からアップで、移動とか含めて8時にこう家を出て、うん阪でないんですけど。で あのそのアポ終わった後タクシーで急いで帰ってきて、そこからあの6時まで缶詰だったんですよ。昼飯とか食う時間もなくて。なんか最近そういうスケジュールがよくあって、なんか6時終わった瞬間、なうん、もう,もうなんか動けませんみたいな。うんえ。でもすごいよね、それ。ど,どうやってんの筋肉を動かして仕事をしている。<laughs> パワーパワーだよね、本当に。よくやってるよ。うん。うん。忙しいっすね。忙しいっすよね。これはあかんと思っている。えー、でもなんかその、まあ、山本さん、悩みとか人に話したいこととかも多分あると思うんですけど、うん、その、会社の人には話しづらいこととか、うん、どうしてるんですか、うん、昔は僕よくい<や>聞いちゃってましたけど。そうっすね。まあなんか話すことはないかな。うん。 そもそもそう、それ以外の時間は今、こう、あんまりちゃんとスペアできてないというか。おうなんか、時、うん ?1 日ね、9時間とか10時間ミーティングしてると、えー、その後に仕事ができるわけじゃないですか。うん。だから、その後何してるかっていうと、子供たちに飯食わして寝る準備までして、えー、っと、一緒に寝せるムーブして、起きて仕事して、寝て4時半にまた起きるみたいなことやってるんで、うん、うん。なんか、 単純になんか結構今埋もれてってますね仕事にやばいっすねうんミーティングする機会になってるですねまあちょっとあの昨日始まり7月からクォーターが変わってるんで、うん、っていうのによる忙しさみたいなのも多分にあったりちょっと今特殊なのを理解してるんでちょっと頑張って乗り越えてこういろいろ整えようっていうもうやめちゃえよ <laughs> 会社もスポッドキャストもやめちゃえよ。<laughs> そんな時もあるさ。で戻るとそのなんか悩みみたいなもの、うん、なんかあんま悩みをその自分の中に蓄えることしないからこう今何話そうかなってポンって出てくるものってないんですけど何、まあ、かヒカルさんとお茶して喋、うん、ってるとポロポロ何か。 そういえばこういうこと思ってんなみたいな出てきたりするじゃないですか。おお、いい話じゃないか。部屋のスタバで。ええ話じゃないかいや。そういう時間はないよね、今。うん、誰とそういう話をするとかもないから。雑談するとかもないから。うん。確かに話してるうちに出てくるもんだしな。そう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 。うんいや。話すみたいなのはないかもない、まあ。なるほど。うん。 えー、じゃあ今は抽象的に言うと何一番悩んでるの抽象的に言うと悩んでるというかどんな感じあの念動力のさ六角形のグラフあるじゃないですか。あれね。あれで、ね、かい会社ってものはあの六角形のグラフを綺麗に埋めないとこう,うまく動かないと思ってるんですよ。はい。てかどっかがへこんでたら その凹んでるところまでしか、その六角形、正六角形のサイズが、なんというか、パワーが発揮できないみたいな。うん。ま、工場とかと同じで、あの、全体のスループットはボトルネックに依存するっていう。ザ・ゴールだ。うん、ザ・ゴールです。まさにあれ。<laughs> なんとかなんとかや2分みたいな人が書いたやつ。うん。あの、あれ、あれを感じてるんですよね。うん。 そのボトルネックを解消しないとこうスケールしないみたいな。スケールをするためのボトルネックを解消するっていうのが、まあ、なかなか悩ましいなと思って。ああ。バンバン、例えば営業というか、案件取ってきても、はいはい、プロダクトがダメだと案件をさばけないし、とか、プロダクトをさばこうと思っても、人事がうまくいってないと、そもそもプロダクトは、 裁けるプロダクトは作れないし、みたいな。逆に人がバンバン来てても、案件がないと人が成長しないし、みたいな依存関係が。あるそうでとか、うん。だから、なんか、うちで今すごい相対的に強いなっていうところと、ここはなんか、あの、ピークを伸ばしてってるなっていうところと、いやここはなんかもう、その、どんどん先に向けた動きが全然できてないな、みたいなところが結構くっきりあったりして、うん。まあ、会社の一応、さなので、 後者の,の方をなんとかするっていうのに、なんか、一応自分の身を突っ込んでいくと、突っ込んでいくと、あの、ことをやるんですけど、まあ、なかなかこう、リソースもあるし、だけどやりきんないと会社変わんないしっていうジレンマみたいなので、あの今は忙しくしてますね。うん。山本さんは全能力が使えるんですね。いやいやいや、あのー、 なんか、抽象化すると問題を特定して解消するための道筋を立てるって結構汎用的な能力じゃないですか。うん、問いを立てみたいな。なんかそれは使えると思っていて。だけどその解消の実行者たる専門性が高いかっていうと別にそういうわけじゃないと思ってます。うんうん、問いが立ってないケースとかって応援してそういう現場ってあるかなと思ってるんですよね。うん、良い問いが立ってないみたいな。 まあ、成長しなくていいんじゃないなんけど。<laughs> 極論者ですね。<laughs> あまあ、そうですね。僕は最近、そういう極論者、うん、極論者じゃないけど、まあ、そう。自分自身も、成長中なんで、はい。うん。日本見てたら、成長しなくていいんじゃないって思うよね。だって、してないんだもん、国が。まあ、そうね。うん。うん。する気がないいや、なんかもう、会社として日々、生きてるだけで、 いいみたいなことなんじゃないいや、本当ね、<laughs> なんか、国家的にはそういう状態なんで、うん。まあだいぶあがきですよね、これ。まあまあ。いやまあ、クスとか本当にめちゃくちゃいい会社だし、優秀な人が集まってるから、それは成長していけばいいのかもしれないですけど、うん。なんかでも、成長しなきゃいけないみたいな、この、現代とか資本主義経済の前提にかけられた呪いみたいなやつは、 うん。なんとかしたいというか。まあ、そのうち成長しなくてもいいやっていうのが流行ると思いますよ。まあ、そうですよね。成熟、老化、国家における、あの、幸せの追求の一つみたいな。ああ、ほんとそう。うん。なんかそれはな、なんだろうな。国もそうだし、人間もそうだし。なんかやっぱ人間もね、いろいろな意味でピークって絶対に来るから。来ますね。うん。なんか全てのことにおいて、 もうピークを迎えてピークアウトしてるのにそれを認められずにまだ昔よりも上に行けるんじゃないかっていうふうに思って思うとしてるっていうことが多くの不幸を生んでる感じはしますけどね。ミュージシャンとかも <laughs>。ああ、確かに。ってか、そういえばなんか僕個人的に成長したいみたいなモチベーション全然ないんですよ。ああ<ー>、<々>確かにあんま聞いたことない。うん。もともと全然なくて 自分のモチベーションの源泉何かなっていうのを、えー、<ー>最近思い出す機会があったんですよね。うん、最近では、まあ、ちょっと1ヶ月ぐらい前なんですけど、あの高木新平さんっていう、ニューピースって会社の方がやっているポッドキャストに呼んでもらって、まあ、なんかそこでいろいろ深掘りしていったんですけど、なんか僕のなんかモチベーションというか源泉って創造性というか、クリエイティブなことしたいみたいなのがめっちゃ強いんですよね。うん なんか、文章を書くとか、なんか喋るとかって、僕にとってはこう創作活動なんですよね。うん。良い創作物を生み出したいっていうのが、なんか、あらゆるものの源泉だなと思ってて。うん。んか会社活動も、なんか、ドキュメンテーションをした方が、えー、めっちゃ会社にとっていいからやってるみたいなっていうよりは、いいドキュメント書きたいから僕はドキュメント書いてるし、なんか、それが綺麗に扱われていた方が、なんか僕はクリエイティブだなって感じるから、 かそういうこなんか構造建築物を作ってるみたいなのに近くて、うん、あんまなんかせ成長みたいなモチベーションはそういえばそもそもないんですよ。おうん。なるほど。でもそれをするのに成長的なことが必要みたいなことはないんですかあでもそれは、なんか良い創作物を作るためにな<う>な、なんかこういうことがしてみたいとか、こういうことを知りたいとか、なんかそういうモチベーションはあると思います。 うんなんかまあなんか自分のレベルを上げたいみたいな、まあレベルを上げたいというか、その、なんていうんですかね、ちょっとその方向感が違うというか。うん。うんえ。でもこう昔より良くなりたいみたいな欲望とかさ、あるんですか例えば、ううん、うんまあじゃわかんないけど、そのまあブログを書きました。はいはい。だから一番自分がこういけてたと思った時期は、もう10万 PV。うん なます最近は何書いても、4000PV しかいかんみたいな話とか、ま例えば仮に、まあ、10X 作って、1000億円の会社になりましたみたいな。で、も内はそこで言ったらまあ退任して、こ認任せました。うんうん、また起業しましたみたいな。うん、いやどうせやるなら1000億以上の会社を作るっしょみたいなのかそういう、以前よりもんていのあります。 いやー、その客観的指標による以前よりもあんまないかも。なるほど。まあうん、うん、もちろんなんか会社やってる以上は、その企業価値とか評価額みたいなものをちゃんと上げていきたいみたいな。まあそうしないとそもそも存続できないっていうか、あんま存在価値が見出せないっていうか、その、うん、そういうモチベーションはあるんで、なんかちゃんと上げたいみたいなのはありますけど、例えば今書いている自分のドキュメントと昔のドキュメントで PV で比較したときに、 例えば、ハテナブログとかに書いてたときの方が、わさわさ人集まってくるんで、PV 多いんですよ。うん。じゃあ、それの方が良い文章だったかっていうと、全然そう思わなくて、なんか今書いている文章の方が、僕はなんかより、えー、自分という人間を線で見たときには、より良い創作物が作れてんじゃないかなっていう自信はある。けど、ど PV で見ると、全然ちっちゃいみたいな。ありますね、うん。うん。なるほど。それは気にならない。気にならない。というか、もう見てな、ね、い。 pv みたいなものうん。これは素晴らしいことですね。ニュータイプや。いやー、ツイッターとかもなんか若干創作物感ありますもんね。140字創作みたいな。うん、ああ、確かに。そっか、俺はそう思ってやってはいないけど、ツイッターに関しては。<laughs> 普通の人、そう思ってない気がするけど <laughs>。<laughs> うん。まあそうですね、僕はツイッター自体に何かをこうしようとすることは結構反対派というかはい、はいツ、ツイッターはまあなんかそうですね、<laughs> なんか貼り付けるための場所で、基本的には。まああとは、うん。言いたいこと言えばいいんじゃない言いたいこと言えばいいと思います。<laughs> うん、まあ僕はツイッターも使わねえからな。確かにね。見る方が好きなんだよな。皆さんそもそもあの採用活動のためにメルシャ時代に始めたのがツイッターみたいな感じだから、なんか役割を終えつつありますもんね。終えつつあるね。ちょっとどうしたもんかって感じはするけど、でもフォロワーがたくさんいること自体はすごく嬉しいので、うんあうん、バチンとできない感じか。そうだね。 いや、なんか、ちょっとこう、でも、テイクしてばっかりだなっていう、お意味みたいなのがちょっと勝手にあって。<ー>なんかこう、なんですかね、都合のいい関係ですよね。こう、知りたいこととかがあるときに誰か教えてとか。いや、それ99%の人はそういう状態なんじゃない <laughs> その、あ、そっか。勝手に自分の気になることをコンテンツとして持ってる人っていうのを、リストというか、 追いかけていくための場所みたいな。なんか、テイク用に使ってんじゃない、うん、でもなんか、ギブしたいという気持ちもあり。いや、この人たちはせっかく、何らかの期待を持って、<ー>まあ、自分をフォローしてくれてるわけなんで、うん。なんか、有用なことを言いたいが、まあ、しかし、どっちかって,ってもじ自分のニーズを満たすために使っておるぞ、みたいな。なるほど。結構、真面いでしたんだよね。真面目っすね。真面目っすね。真面,っすね真面目ですよ。 うん、めちゃくちゃ真面目ですよ。確かにな。うん。フリーアジェンダーとかも、ね、そう。悩みますよ。いや、そうっすよね。まあ、フリーアジェンダなんかバツンといつやめてもいいぐらいのノリで始めてるのに、なんか、うん、<laughs> なんかこう、やめられない葛藤みたいなのありますよね。うん、まあ、そうっすね。まあ、でもなんか収録すると、なんかやめようとかって気は一気になくなるんで。あ、わかるわかる今。今日も楽しかったな、みたいな。<laughs> うんうん、楽しいなーって感じになるんですけど。うん、うん。ね。まあまあ、頭で考えない方がいいのかもしれない。そうなんだよ。だし、意外とこういう話の方が受けるみたいなとこ、うん、あるじゃないですか。あ、そうなの 知らんけど。<laughs> <laughs> 願望か、うん、特に何かを取ろうと思ったわけ<望>じゃなくて。受けてほしい。受けるな、それ。見える、こう、裏ば、裏、裏の顔みたいなのが受ける。ああ、確かに確かに。かっこ願望みたいな。はいはいはい。うん。まあ、だから、いいんじゃないですか。いいかな。うん。だから、たまに、いや、これやっぱ、その、外には話,話せないしとか、いや、今週はちょっとそういうのじゃなくて、1時間、 ヒカルさんとただ喋るわみたいな感じで、お休みしたりとかを、えー、許してもらいながらのんびりやるみたいな。本当そうっすね。うん。それっすわ。そして徐々に視聴者は減っていき、うんはい、それをよしとする。そんな我々でありたい。そうっすね。じゃあ、白髪のご老,老体になるまで、<laughs> そんな感じで <laughs> 続けましょうか。 はい、それでもよければリスナーの皆さんはお付き合いください。はい。まあでもね、そんなこう山あり谷ありなところも面白いとは思うんですよね。結局やっぱその、我思うに、まあ、特にその音声とか動画、うん、特に音声は、点ではなく線で聞くのが面白いと思うんですよね。ああ、そうですね。変化とか流れとか、伏線からの回収とか、うんうん まあ、昔のコンテンツの天丼とか、うん。ね、言ってること変わったりとか。確かに。なんかそういう、線で見た時の、こう、複雑性の面白さみたいなものがめちゃくちゃあると思うんだよね。確かに。だか全部聞いてるからこそ自分だけがわかる楽しみみたいな面白さみたいなものこそ、うん、ポッドキャストの本領だと思うので。確かに。いいんすよ。確かに。 いや2020年の1月っつったら僕、ステーラーもやってねえすからね。社員は10名いなかったから。本当うん。ああ、でもそうだね。確かに。あの、TNX のオフィスで撮ってたけど。そうそうそう。っかったね。そうっすよ。それが今やね、うん、80名近い人数いてとか。80もいんのもうもう少しで多分そんぐらい。多分8月入社の方入れたらそんぐらいかな。 うわぁ、この話聞きたいなぁ。これは。<laughs> えー、だから、ビュラフリーアジェンダー取りましょうかう。2年半やっとったらそうなるんだなぁっていう感じですね。うん。いや、すごい。ちょっとじゃあこの回はそんな感じにしときますか。はいはい。まあ、変わりつつやっていきますわ。はい。お疲れ様です。そんなら。 はいということで引き続きこれからもフリーアジェンダゆるゆると公開していきますよという話でした2人がおじいちゃんになってそして私がおばあちゃんになってもフリーアジェンダ続けていきたいですねということで、えっと、次回予告なんですけども次回は「キッチンとホールフロントエンドとサーバーサイド」というタイトルで公開しようと思っておりますので是非お楽しみにそれではまたねバイバーイ